はいどうも、りょういちです。それでは、ホールアウト4をやっていきたいと思います。今回はね、メインクエストをね、進めたいと思います。ようやくメインクエストを進めますよ。ゲージのところに戻ってきました。総支配人のお戻りだ。無事に戻ってきたな。いい兆候だ。いい兆候だ。ご近所の友好的な最古のもとはうまくいった。まあまあうまくいった。いろいろ約束しすぎなかったという。まあ、多少やりすぎるのは仕方ないが、約束を果たせなかったときに、そのせいで恨まれる事態はされた。あ、マジか。まあ、協力してくれる。みんな協力してくれる。あんたならできると思ったよ。これからが腕の見せ所だ。やるべき仕事がある。ここはとても広大で、いくつかのセクションに分かれてる。昔はパークとか呼ばれてたらしい。すべてを一つずつ取り戻さないと。一つずつ。一つ確保するごとに、こっちに余裕が生まれるし、資源も増える。なるほど。権利を主張して、どれかのギャングの旗を立てれば完了。そこはその連中。おお、なるほどね。どこに獲得させるか選択は任せる。もらったギャングからは感謝されるだろうが、他の連中は嫉妬するだろう。わかるか。難しいな。旗を立てる。支配はいい気分だ。支配するのはいい気分だろうな。ああ、だろうな。ここすべてを支配下に置けたらどんなにいいか。それだけだ。単純だろう。少し時間をかけて落ち着くといい。それから始めよう。それと一緒にやるんだから積極的に関わってもいい。背後を守ってほしければ。あ、マジか。相棒になるってことか。いいアイデアだ。それはいいな、ゲージ。そうしよう。あんたは総支配人なんだぞ。なんだぞって言われた。お、そして完了しました。ゲージ、新しいクエストは発生するのかな。マップがアップデート、あ、開始されたね。ギャラクティックゾーンにギャングを配属。ドライロックガウルチを確保。キッティキングダム確保。確保、全部のあれを確保するのが始まったのか。いきなりそんな全部のエリアを確保しないといけないのか。順番に、なんか一つずつじゃなくて。自分自身でやってみよう。だからカモになるんだろうな。おい、どうしたボス。なあ、普通に待機とかできるわ。分かった。じゃあもうコンパニオン化したのかこいつは。まあ連れて行ってもいいけど、別にどっちでもいいけどね、ゲージは。じゃあとりあえずギャラクティックゾーンはもう確保してあるから、だからまあ旗を立てるって書いてあったね。じゃあギャラクティックゾーンに行くか。まずマップを見たら分かるか。ギャラクティックゾーンにギャングを配属するのマーカーがやっぱりここについてるから、ここに行けば多分配属できるのかな。多分選べるんだろう。一回行ってみようか。じゃあここにギャラクティックゾーン。よし、ファーストトラベルだ。よし、ギャラクティックゾーンに来たぞ。この上か。この上にマーカーがあるね。あそこだ。お、旗だ。あ、ここでね、そのギャングの旗を上げるのか。信号用の旗竿アクション。なるほど。ギャラクティックゾーンにどのギャングを配属するか。ギャングに領土を多く割り当てるほどより寛容さが増します。どうしようかな。難しいよね、これ。何か変化あんのかな。どうしよう。でもな、でも正直ね、あんまり覚えてないんだよね、どのギャングどれだったかね。漢字は覚えてんだけどね、どれがどれだったかな、あんまり覚えてないんだよね。とりあえず、まあそんなに影響ないんじゃないかな。均等に分配してあげようかな。それか一つどっかにあれするかやな。オペレーターにしよう。適当、オペレーターにします。よし、オペレーター配属。 OK。 とりあえずギャラクティックゾーンはオペレーターズのものになった。あ、これ変えれる、もしかして。変えれないか。もうアクションできないな。うん、よし。これで評判が変わるんだな、きっと。他の全部オペレーターにしてやろうかな、せっかくだから。なんか偏らした方が面白そうだから。まあもし反逆してきたら滅ぼせばいいからね、最悪だから。とりあえずそれでいこう。で、今回はじゃあ、他のエリアも行かないといけないわけだから、クエストでも順番に行こうか。じゃあ
ティキングダムかドライロックガルチ、こう回っていくか、時計回りに回ろうか。そうしよう。よし、じゃあこのうるさいナビさん、うるさい、ドライロックガルチに行こう。よし、まっすぐだな。あれか、ドライロックガルチ。よし、まあここでもね、キャッピーがあるから、なんかあれ、なんかつっけむ、ブラッドワームだ、ブラッドワームが出てきた、伝説のブラッドワームの妖精。よし、ゲイジ、お前の力を見せてみろ、見させてもらうぞ、貴様がどれほど優秀かどうかを。お、まあまあ与えてるぞ。おし、いいぞいいぞ、命中精度も高い。お、倒した、やるね、焼き尽くせ、焼き尽くせ、ツーショットコンバットショットガンやりますね、ゲイジ。なかなか、なかなか強い。まだいるわ、敵。あ、こいつか。こいつ生きてんのか。あ、潜った。わ、妖精はそんなに強くねえんだな、そもそも。動いたりできねえのか。地面掘って出てくるぐらいしかできねえのかな。あんまり、あ、ちょっと動いてた。気持ち悪い。よし、ナイスナイス、ナイスゲイジ。無尽蔵のパイプボルトアクションピストルだ。無人蔵久々に見たな。パイプボルトアクションピストルっていらねえけど、全くいらねえけど。よし、ここがドライロックガルチ。ん？まだいる。伝説の毒性ブラッドワームだ。あ、今度はワームだぞ。妖精じゃねえ。あ、これも、あ、これは妖精だろ。妖精じゃないやつが出てきたぞ。あ、これだ。あ、妖精じゃないやつ。うわ、すげえな。すげえ色だな。あ、ゲイジやるな。ゲイジ強いぞ。お前、伝説級相手に余裕じゃん。そして爆発のウェスタンリボルバー。いいな。爆発のリボルバーだ。割といいかもしんないけど。まあ、持っていかない。うわ、マジか。あ、そしてドライロックガルチを調査するクエストが入った。始まった。ドライロックガルチはこいつらの住処なのかな？ウェスタンの感じのあれだよね。多分。うわ。また妖精だ。うわー、いっぱい出てきた、いっぱい出てきたな。よし、仕留めていこう、片っ端から。オッケー。でも俺はまだ立ってる。カメレオンか。放射能汚染の火炎放射器。なるほど、火炎放射器とかでも使えそうだな、こういうやつらには。ワーム系を焼き払うのはいいかもしれない。このエリアだけ持っていこうかな。弾は、まあ弾も少しあるね。ちょっと持って行ってみるか。よしよし、適当に使い捨てで捨てていこう、この火炎放射器は。よし、とりあえずドライロックガルチに入ったぜ。よし、でクエストがまた始まったよね。調査するっていうやつね。周囲を見て回って退治する方法を探してみよう。なるほど。で、まあ、キャッピーももちろんあるし、このなんだ、パークメダリオンも多分あるんじゃない、どっかにね。よし、じゃあまずはこのドライロックガルチだな。ドライロックガルチ編がスタートだな、今回から。意外と多分建物とかもいろいろ、いやー、いるし、プロテクトロンもいるし、建物いっぱいある、ありそうだから、またしばらく多分ドライロックガルチで時間かかりそうだね。いくらでも戦えるぜ。お前敵じゃない。ホーク保安官、何している。射撃開始。ほら、焼き払え。あんまり強くないような気がするけど、まあいいまあいい。ホーク保安官誰。ネタワールドを楽しもう。馬に乗って開拓時代の西部へ行く準備はできてるかな。ここは危険だらけだ。また間抜けなロボットか。話に乗る、話に乗る。保安官こんにちは。どうやらここガルチには片付けないといけない厄介な害虫がいるらしい。喋り方まで。もう誰もいないな。害虫については何も知らないが、マッドマリガン鉱山に無法者が潜伏していて困っている。何？ぜひここで。マジか。保安官代理。なんだなんだあれ。ロボティクスエキスパートを使う。何これ、なんか知らないな、俺知らない。こんなパークの何かかな。まあ手を貸すか、手を貸そう。よし、何をしてほしいか言ってくれ。マッドマリガン鉱山へ
つながる扉には鍵がかかっている。鍵がかかっている。予備の鍵は劇場横の金庫にあるけれど、実はそれを開けるのに必要な番号を忘れてしまったんだ。ロボットだろ？ロボットなのに忘れんの？私の3人の友達、3人の友達？ドクターホースフェイト、ドクターホースフェイト、一つ目アイク、キティアップキッドと話してみて、無法物を退治できるほど強いことを彼らに証明すれば、それぞれが番号の一部を渡してくれる。いや、意外とめんどくさいな。頑張って、ヌカコーラが無料で提供するユニフォーム。ユニフォームなんていらねえ。金庫の番号の一部を入手。マジか。3人に会わないといけないんだ。まずは火炎パイプレンチ。なるほどね。なんだここは。ドライロックガルチシアター。うわ、敵の反応も山ほどあるな。そしてすげえな、このセーブの感じね。いいね、あのコースター。あの上まで行けんのかな。これはまたまた結構な長期戦になりそうですよ。まずは扉を開けよう。いいね。お、よし。お、ぬかサンライズのレシピ。いい、ね、よし。オッケー、チケット来たー。900枚。トランクもある。マックスキャパシティ大型火炎放射器。なんだこれ。こっちの方が強いんじゃないか。あ、でも改造されてるだけか。大型、こっちの方がでも強いかな。ちょっと威力を見てみよう。マックスキャパシティが、威力15だ。あー、威力ちょっと高い。2だけ高いけど、放射能ダメージがこっちはついてるからな。まあ、マックスキャパシティだからマガジンが多いんだろうな。まあいいか。これはいらねえや。よし。ゲージが勝手に戦ってるわ。よし、開いた。やった。オーケー。おお、ゲージ頼もしいな、お前。まあ、やはり仲間が一人いるとね、心強さはあるね。お、あ、これなんだ。あ、アリ塚だ。多分。あ、そう、ほらほらほら。アリだ。アリの森。これ。よし、いいね。炎効きそう、こいつらには。いやー、焼き尽くせー。これ何もないよね、アリ塚は。結構マーカーが多すぎても、どこに行ったらいいかもわかんないわ。ちょっと待ってよ。まず必要なやつ。この金庫の番号の入手をやろうか。わ、結構離れてるな。入り口か、まだ俺は。ここは何？ここシアター？もしかして。違うな。ここは、行き止まりか。何かあるぞ。あ、ホロテープがいっぱいあるぞ。ジェシーのパーソナルログ。再生してみよう。今までで最悪の舞台だった。ケイレブが馬鹿げたメソッド演技法で、また我々を拷問にかけた。拷問にかけた。酒を飲むだけだった。確かに最初は楽しかったが、今はあいつは風呂に入ることを拒否している。人類史上最悪の大衆に苦しんでいる。いいかい、あいつが演じているのはワイルドウエストの子供向けショーの酔っ払い役で、ハリウッドじゃないんだ。終わった。よくわかんないけど、特にあれか、意味はなさそうだな。これはケイレブのパーソナルログ。めっちゃ酔っ払ってるやん。酔っ払い役の方が絶対いけるやろ。あの嫉妬深い野郎には合わ
何も見えない。あいつら追い払えなさ。おー、ゲージすげえな。よし。で、金庫。あ、鍵が必要。マジか。鍵か。ここの金庫が、あ、ここの金庫があれか。さっき言ってたやつのか、あれか。いや、わかんない。貫くサブマシンガン。できるなら何も後に。これ伝説級だらけだな。しかし伝説級だらけ。いくら大型のそんなに強くない敵とはいえ、伝説級の連続相手にも全然余裕だな。ゲージなんだこれ、でかっ。伝説の成長しすぎた発光あり。めちゃくちゃいるやん。なんだこれ、クイックドローバトン。よし、じゃあとりあえずパスワードを聞きに行かないといけないか。パスワードとりあえずちょっと聞きに行くか。うわ、すげえ。ジェットコースター楽しそうだな。パスワード一番近いのこっちかな。あ、あれだ。あ、いたじゃん。すぐ結構近くに。お前と俺だけだ。ん？頼んだぞ。敵の掃除は任せた。あ、かまどがだ。しまって、こっち来るから。おらー。炎を食らえ。おらー。やばい。あいつに攻撃に当たったりしたら敵対するかもしれない。おらー。消えろー。外出駆除だー。全然減らない。弾しか減ってない。弾が減っていく。助けてー。ゲージー。おらー。ナイスナイスナイス。いけいけ。こいつは炎効かねえな。こいつ、硬い。おらー。よし。あとは頼んだ、ゲイチ。ゲイチ、あとは頼む。炎ででも足がやれてんのかな。結構、敵の行動が遅くなってるね。ゲイチさん、ゲイチさん撃って。おらー。いけいけいけ。いいな。意外といいかもしれないな、火炎放射器。オートスティームボリッシュメタルアーマーか。自動的にスティームパック使ってくれるやつだな。センチネルのメタルアーマー。害虫駆除。本当に伝説しか出てこなくなっている。よし。あ、ギリアップキット。あ、出てほしい。ギリアップバターカップがみんなサッカーから逃げ出した。出したんだ。居場所を突き止めて、この柵の中に。マジか。戻してほしい。コカ・コーラが大好物。売店を全部チェック。大好物だから、売店を全部チェックするんだ。いや、大変だな。保安官代理、困った馬業者を助けてくれるか。あ、ロボティクスエキスパートを使ってスキップとかできる。これ何なんだろう。これなんか、何なんかよくわかんないけど。なんかそういう特殊なアイテム的なものがあんのかな。まあでも引き受けるか。せっかくだから。よし、馬を柵に入れよう。頑張って。探索ついでに。コカ・コーラの売店に行くの。オーケー。そうだ。オプション。あ、オプションなんだでも。やったらでもなんかあれかな、報酬がアップしたりするかな。おっと、また出てきましたよ。ゲージさん出番ですよ。ゲージさん出番です。よしよし、あとはゲージに任せておこう。うわわ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 わ、来てる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 から、どんどん来るなお前ら。生きてる。よし。で、あれ、これマップにマーカー出ないパターン、マジで。ギリアップバターカップ。バターカップはこのマップにマーカー出ないんだけど。売店って言われてもない。こんな山ほどあるじゃん。ここかな。ぬかコーラ売ってそうだよね。ここどこにあるんだろう。ギリアップバターカップないじゃん。ないぞ。いない。いない。いるのは敵だけだ。敵をワンサク来るね、マジで。おらー。焼けて消えろー。よし。ハンターヌカランチャー、ミニニューク。ん？また出てきやがった。本当に山のように出てくる。
この辺何かあるのかな。これは野外トイレのドア。あ、弾薬。弾薬はもらっていくぜ。よし、開いた。やった。フュージョンセルだ。で、こっちも。いで、うっとうしいな。ゲージはどうした？ゲージは。おらー。よしよし。大して攻撃力が高くないね、このワームたち。ローリングピン。極寒ローリングピン。ローリングピンって何？あ、これか。あの、生地伸ばすやつか。いらねえわ。ほら、いたな。ぬかコーラワイルド。最高だね。おお、早い。素早いな。ラッド動力レザーアーマー。こんなにしかし敵が多いんだったらゲージ連れてきてよかったな。敵多すぎて本当に構ってらんないわ。ワンサが出てくるし。で、探し物も多そうだからな、今回は。でも、ギディアップバターカップの場所がわかんないんじゃな。どうしよう。一回もう一度喋りかけてみよう。喋りかけたらどうなんだろう。見つけたらここの柵に入れるだけでいい。だけか。よし。やっぱ見つけないとダメか。スターコントロールのツアーは、まあ順番に探していくか。詳細はパークのコンシェルジュまでどうぞ。ドクターホースフェイトのサロン。いろいろあるね。やっぱりここも。すげえ。ウエスタンな感じ。どこに行ったらいいのかがわからなくなってきたな。来店。あれもう一人の友達じゃない。パーラーでのルカの怪人のマチネショーは。もう一人の友達っぽいね。夕方のショーのチケットはまだ残っています。ドクターホースフェイト。そうだな。そんな時はヌカコーラワイルド。ワイルドもうパンチの聞いた根菜ベース。いでちょ待って。こんなとこで来ないで。痛い。はめられてる。危ない。怖い。ワイルドのグレートハロウィンスプークタクルは来週から始まる。こんな建物の中まで出てくるんじゃねえ。夜のイベント用のチケットをメインチケット売り場で予約しましょう。みんなの注文。よし、準備はいいぞ。準備はいいか。あ、これもスキップできる。調子を合わせ、調子を合わせ。ドライロックガルチの人々は街で最も優しいバーテンダーに会うことになる。約束しよう。助かる。上の階にいる参考者応援と街にいるミス・トリクシーと便利屋ハンクに届けてくれ。マジか。飲み物を提供する。結構大変なクエストが多いな。なんか探索するクエストが多いな今回。まあ街をこのドライロックガルチュ順番に回ってたら全員見つかるかな。うん、できるだけスキップをしないでいきたいね。ドクターホースフェイトのターミナル。リクエスト、スケジュールの告知。お菓子。なるほど、雇用。特に意味はなさそうだな、この辺は。スケジュールの告知。もう何もないか。ゴンタムセレブレーションのお知らせです。上にいる。あ、マーカー、これは出てる。あ、これはマーカー出たぞ。やった。これはいいね。もう白骨化してるわ、この人。はい、お届け物です。これでいいのかな。これ取ったらダメなのかな。まあいいか。なるほど。よしよし、こんな感じか。これはマーカー出てるから楽だね。とりあえずじゃあこの、おっと、またワームができた。こいつらのだけ届けようか。届けて今回終わりにしよう。本当に敵が多いな、マジで。ちょっと歩いただけでこのワームたちが湧いて出てきやがる。消えてなくなれ。おらー、おらららららまあでもそんなに強くねえから、敵自体は。ラッドスコルピオンとかじゃなくてよかったよ。これ全員ラッドスコルピオンだったらもうやばいよ。命がいくつあっても足りないよ。アリさん邪魔です。聞いてください。伝説の発行あり。
なかなか、なかなかしぶとい。チャンスだと思ったんだろうな。よし。危ない。伝説のアイテムもな、そんなにいいの出ないからな、最近は。夜行性ハイキャパシティガウスライフ。ガウスか。まあ、いらないかな。重いからな。アサシン。で、あ、ここだ。あ、ここの人ね。よし。さすがに生きてる人はいないよね。あ、これが3人目かな。3人目のやつ。1つ目アイクだ。あ、そしてこいつだ。オッケー。よし、オプション。あ、フォースフェイトと話すになった。早打ち対決。ルールは簡単。それぞれが歩いて通りに出る。私が3つ数えてから打て。3つ数えて。最初に相手を打った者の勝ち。マジかよ。やろう。よし、やろう。もう始まるのかな。いいだろう。必要なものが揃ってない状態で打ち合いをするわけにはいかない。予備のピストルをくれんのか。ありがとう。殺し屋外に出て勝負しよう。マジか。じゃあこっから次回にしましょうか。この戦いは次回に続きます。というわけで今回はこの辺で終了します。ご視聴ありがとうございました。